どうも、奈良コミのタカです。今回は中和幹線沿いにあるケーキ屋さんに行きたいと思います。中和幹線よく通ってる、どこのケーキ屋さんやろって思われた方、桜井のイオンの近くにケーキ屋さんがあるのはご存知でしょうか。僕は何百回も目の前通ってるのにケーキ屋さんがあることに気づきませんでした。実は今回たまたま Google 検索で桜井市モンブランって調べたら一番上に出てきたお店ということで、行ってみましょう。今回お伺いしたのは奈良県桜井市上野庄にある有瀬洋菓子店さん。店内はこじんまりとしたシンプルなお店、ケーキだけでなく焼き菓子も売っています。ケーキはいろんなジャンルのケーキがあり、どれを買おうか迷いました。すべてが美味しそうに見えるんだよ。プレゼントにも嬉しい焼き菓子マドレーヌとかあったら食べたくなるよね。はい、ということで有瀬洋菓子店のね、まずは目玉商品こちら、シュークリームでございます。お、すげえ。たっぷり入ってる。じゃあこのシュークリームいただきたいと思います。うん、あー美味しい。まず生地がうまい。これうん、生地がクッキーみたいな感じで、触ってみると結構硬いんかなと思ったんですけど、噛んでみたら意外にふわっとしてますね。このクリームもすごいしっとりしてて、甘さもそんな強くないんで、すごく食べやすいです。サイズ感もちょうどいいですね。じゃあ次、こちらのお店に行った時にみんなが求める商品、モンブラン。このモンブランの形、すげえ見覚えある方いらっしゃるかもしれないんですけども、ラペッシュのモンブラン、形そっくりっすね。これラペッシュはメレンゲクッキーやったと思うんですけど、これはどうなんでしょうね。なんかメレンゲっぽさはないよね。ケーキ入刀。そんなすごい硬いわけではないね。倒れちゃった。中はこんな感じでクリーム入ってる。これ結構そっくりじゃない、ラペッシュと。なあ、覚えてない。じゃあ早速いただきたいと思います。うん、おいしい。栗の味濃厚で、このクリームもね、この栗の甘さを邪魔してないというかね、すごいね、上品なクリームですね。下のこれクッキー、なんなんなんやろ。メレンゲクッキーでもないし、カステラまではいかんけども、すごいなんかふわっとしたクッキーですね。上のモンブランと生クリームはそこまで甘くないんですけど、下のねクッキーがちょっと甘さあって、これがまた相まってうまいですね。ラストはこの超シンプルなショートケーキの方をいただきたいと思います。うわ、スポンジ柔らか。こんな感じ。あ、また倒れた。ごめんなさい、倒れちゃった。いただきます。うん、近づけただけでイチゴの風味ふわーっときて、スポンジと生クリームがすごい優しい。口の中でこう消えちゃう、ふわーっとなくなる感じ。あー、すごい。このショートケーキに関しては完全甘さ控えめ、生クリームの甘さがあんまりないかな。ただその代わり、そのフルーツの甘さとこのスポンジにちょっとだけ甘さがあって、それがうまいですね。上品やな、これは。めちゃくちゃ下のいちごが甘い。ごちそうさまでした。奈良コミ。はい、ってなわけで有瀬洋菓子店の方でいろんなケーキいただいたんですけども、うまかったですね。大満足ということで、まあ、今回ねケーキとシュークリームの方いただいたんですけども、まずこちらのお店ね、桜井モンブランって調べたらこちらのお店が一番最初に上がるぐらい、
モンブランがおすすめのお店です。で、味の方に関してはね、ラペッシュさんのモンブランほどめちゃくちゃ栗っていう感じではないんですけども、生クリームと、まあ、栗の濃厚さもあって、それが相まってすごく美味しいモンブランです。シュークリームもね、めちゃくちゃ人気のね商品の一つになっておりまして、すごく手軽にね、まあ、お土産でも自分用でもね買いやすいシュークリームかなと思います。他にもね、チョコレートケーキとかね、いろんなケーキ売ってるんですけども、こちら一つ一つのケーキのサイズがそんなすごい大きいわけじゃなくて、食べやすいサイズ感になっております。で、こちらね、店舗自体はすごいねこじんまりとしてまして、マンションのね1階部分にテナントが入ってまして、ケーキだけじゃなくてクッキーとかも売ってますので、お土産とかね自分用に買っていただければいいかなと思います。駐車場はね、こちらマンションと一緒の駐車場になってるんですけども、お店の目の前にあるね駐車場の方に停めてもらえたらなと思います。12月になったらクリスマスとかね、ケーキを食べるイベントもねありますので、甘さ控えめのケーキが食べたいっていう方はね、ぜひこちらのお店でね予約してもらえたらなと思います。今回はこんな感じで終わりたいと思います。こちらの動画が面白いと思った方はチャンネル登録、高評価、ベルマークの方ポチッとお願いいたします。あと Twitter、Instagram、グッズ販売とも行っておりますので、概要欄の方の確認もお願いいたします。本日のタカの一言、アリゼ洋菓子店アリゼ。次回の動画でお会いしましょう。バイ。